ート今日の東京株式市場、日経平均株価の午前の終値は、211円安、2万1497円でした、米中貿易交渉に対する先行き懸念や、日経平均採用銘柄の入れ替えに伴うファンドの売りの影響もあって、下落していますそんな今日の売買代金ランキングを見てみますと、このようになっています。 実はこれらは昨日決算があった企業です。まずはソニーから見ていきます。笑顔です。売上は減ったものの。四六月期の営業利益は十八パーセント増えました。第一四半期としては三年連続で過去最高益更新です。これを市場は交換して株価五点二パーセント高となっています。年初来高値更新です。続いて任天堂こちらは。 泣いてます市場では任天堂スイッチが売れているし増益だろうと思っていたのですがまさかの営業減益でしたこれを嫌気して今日の株価は3.4%安ですおよそ1ヶ月ぶりの安値となっていますまた増々ですけれども市場の予想よりも良い決算を発表して11%高となっています